大書店の疲れなどはなかったですか？やっぱり直前入休でね、またそのレース後いくらが疲れあったようですけども、まあ5日ぐらい休んでね、また調教再開したということですからね、大丈夫だったんじゃないですかね。そして、今朝1週前の追い切りを行ったわけですが、はい、昨日ですか、馬場入りはちょっと入り組みあったんですけども、すぐ追い続けましてね、で今日の追い切り、まあ、ちょっと重い感じかなというね、でも思い通りの、まあ、調整はできたと思ってますけどね、28日のね追い切り1本長めから行こうと思ってますから、大丈夫仕上がるんじゃないですかね。まして利己の馬ですから、自分で、まあ、調整できるような馬ですからね、本当に大丈夫だと思ってますけどもね。中央での G1 制覇が見えてきたように思うんですが。いやいや、そんなことないです。やっぱりね、中央から出てきて G1、ね、出走、まあ、夢でもありますしね、頑張ってね、いくらでも着順を上げたいと思ってますけども。一週前の追い切りが行われたんですが、いかがですか、思い通りの調整できましたか？ちょっと自分が思ってたよりは馬がね、ちょっと重いかなっていう感じで走ってたんですけどね、まああと一周あるんで、まあ、それまでにはいい状態にしたいと思ってますけど。マイル戦ですとスタート直後に芝の部分を走るわけですが、そのあたりいかがですか？それはちょっとやってみないと分かんないんですけどね、まあそんな影響はないと思ってます。まあ何十メートルか走るくらいなんでね、あんまり影響はないと思ってますんで、岩手、まあ地方代表なんでね、ぜひこの G1 をね勝ってみんなの応援にね応えたいと思ってますけど。両短波の山本直哉アナウンサーです。東京競馬今日のメイン競争第11レース、第16回フェブラリーステークスグレード1、5歳以上ダートの 1600m、 出走馬16頭フルゲートで争います。2コーナーの引き込み線からのスタートとなります。枠入りはほぼ半数が収まって、今7番の競泳マーチもゲートの中に収まりました。続いて11番のワシントンカラーが向かいます。待ち金笑う角、名称元成など偶数番の各馬引かれてゲートの中収まっていきます。 MY ブランがゆっくりとゲートに近づきます。大気シャーロック、そしてビッグサンデー、この辺り続々とゲートの中収まります。あと2頭デセウスフリーゼが向かいます。収まりました。最後16番堂島無敵の枠入り、スムーズに収まりました。体勢完了、スタートしました。先行ラストに入りますと、ポーンとシャドークリーク好スタートを切りましたが、内からやはり競泳マーチ、競泳マーチがまず出てまいりまして、リードを1馬身半と取っていきます。ビッグサンデーが2番手、それを内からマコトライデンが並んでいきました。間からは名将元成、ここは3頭固まって直後半馬身差、内から行ったバトルライン、あとは1馬身半差、外目から水沢の名声オペラ行為を進んでいきます。半馬身差、外から大隅ジェット上がっていって、1馬身差その内にワシントンカラーつけています。そして内からスーッと大気シャーロックがそれに並んでいきました。間からは MY ブラン、さらにはテセフスフリーゼ並んで中段の位置、1馬身半差、外からは堂島無敵、そして内から待ち金笑う角がそれをかわしていこうというところ。3コーナーに向かいます。あとは2馬身離れまして、シャドークリーク、ミスター東人、最内2番のストーンステッパー、後方3頭並んで、さあ各馬は第3コーナーをカーブしていきます。競泳マーチのペース800を追加、リードを1馬身半ほど保っています。名将元成が2番手、あとは1馬身差、ビッグサンデー外、そのうちにはマコトライデン並んで、その間狙っていく、これが3番のバトルライン、現在5番手を進んでいます。さらには名声オペラが動き始めました。そして大隅ジェットを連れて仕掛けてまいります。その内からはワシントンカラー、そして大気シャーロックはその直後 MI ブランと並んでいます。4コーナーから直線へ、さあ競泳マーチが先頭、リードは1馬身ぐらい、そして名将元成、内に入ったのはマコトライデンで400を追加、そしてその間からワシントンカラー、さらには外から名声オペラ、その間はビッグサンデー、そして大隅ジェットは大外からその内をつきまして MI ブランド大気シャーロック、さああと200の標識を追加、名声オペラだ、水沢の名声オペラ先頭に立った。そして内からは懸命に競泳マーチが待っているが、 MI ブラン、 MI ブラン大気シャーロック連れて追い込んでくる。ワシントンからはちょっと伸びない、先頭は名声オペラ、今ゴールイン、名声オペラやりました、水沢の言う名声オペラ、見事
見事フェブラリーステークス中央の G1 を制覇いたしました。明星オペラ快勝。さあ2番手はどうでしょうか。外から12番の MI ブラン、さらには10番のタイクシャーロック、7番の競泳マーチ、そしてその内から11番のワシントンカラーですが、これはどうやら5番手か。2番手の争いを尻目に水沢の明星オペラ鮮やかに第16回フェブラリーステークスを制しました。勝ち時計は1分36秒3、上がりの4ハロンは48秒2、3ハロンは36秒0と上がっています。2番手は大接戦でしたが、抜け出したのは9番の明星オペラ菅原勲騎手。さあそして12番の MI ブラン、大気シャーロック、この辺りの2番手争いに、さあこの辺りはどうでしょうか。外からは13番のオースミージェット、そして内7番の競泳マーチ、そしてその後に内から11番のワシントンカラーが続いていました。第16回フェブラリーステークスダート 1600m、 2番手の争いはどうか。12番の MI ブランカ、あるいは10番の大気シャーロックか。この辺りが並んでおりました。その後に競泳マーチと外13番の大隅ジェット。さあ場内から歓声が巻き起こります。9番の明星オペラが引き上げてまいりました。温かい拍手を受けまして、さあこれから検量室へと引き上げてまいります。イサオコールが巻き上がっております。東京競馬場、1着は9番の明星オペラ、2着12番 MI ブラン、3着は10番の大気シャーロック、4着13番、力が入りました。フェブラリーステークスが終了しました。今聞こえましたね、イサオ、イサオ、それでは菅原イサオ騎手にインタビューいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。中央の G1 地方馬で初めての制覇なんですけども、今のお気持ちいかがですか。そうですね、初めて達成できたってことで大変嬉しいです。まあ2000勝という大変な勝利を挙げていらっしゃるんですけれども、この1勝というのはかなり重みが違うんじゃないですか。そうですね、こんな大舞台でね勝てて、またこれからの競馬もねしっかり乗っていけるように頑張ります。まあ、今日あの一番の心配だったこのダートの 1600m なんですが、最初の 100m ほどがですね芝の上を走らなきゃいけないということだったんですが、その辺の走りっぷりはいかがだったですか。あまり気にしていなかったんでね、まあ大丈夫だとは思ってましたけど、今日は本当にいいスタートを切りまして、5番手あたりを追走してもう400からも先頭に立っていましたね。まあ、4、5番手いければいいなって自分で思ってたんで、まあ、その通りの競馬できて、まあ、どこまでね直線向いても我慢できるかって、自分がね我慢できるかって、まあ、その通りになったんでね大変嬉しいです。どの辺で抜け出そうというお気持ちだったんですか。まあ、直線半ばまで手応えあるようだったら我慢 してみたいと思ってたんで、まあ、大体その通りになったんで、まあ、先頭に立ってからですね強豪が後ろから追いかけてくるという展開になったわけですけども、そのあたりどうでした。そうですね、まあ、後ろからねなんかすごいこうプレッシャーかかってきたんですけどもね、まあ、ゴールまでね頑張って走ってくれても祈って乗ってました。ゴールを駆け抜けた瞬間はどんなお気持ちでした。もうやったって、もうすげえ嬉しかったです。はい、まあ、あの今日は岩手からもたくさんのファンの方がお見えになっているようですね。そうですね、パドックからねすごい声援を受けたんで、すごい励みになりました。はい、まあ、あの凱旋してくる時も本当にイサオコールがあちこちから起こっていましたけども、そのファンに向かって一言お願いいたします。そうですね、すごい応援してくださってありがとうございました。あの今ファンの中からですねまた来いよという声がかかったんですが、いかがですか。あ、ぜひまたここに来てねいいレースをしたいと思いますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。菅原騎手でした。